第一ハウジングの相原と申します。本日は小田原駅から私の働いてます第一ハウジングまでの道のりをですね、待ちぶらしながらちょっとご案内できればなと思っております。今映像は小田原駅の大提灯、小田原提灯の有名な東海道線の改札の方から向かっていきます。改札で右側、にぎわいのある西口の方に歩いていきます。ステンドグラス右手に見ながらという形、エスカレーターがすぐある形なのでここを降りていきます。小田急線の改札とか新幹線の改札はですね、 JR の改札出て左側になります。この右側のエスカレーター、ラスカの文字が見えますね。ここのテレビもですね、このラスカがオープンした時はついてたんですけども、この 2,3 年どころかずっとあのテレビついてないなと思うんですよね。ちょっと寄り道したいんで一段だけ降りてこのコンコース歩いてまいりたいと思います。そうするとですね、1階ではなくこの場所は2階というようなイメージ感なんですが、銀太子の横を抜けていくとこの銅像が見えてきます。そうです、これが二宮金次郎の銅像です。小田原をディスる時の銅像のところは中にも書いてありましたけど、この二宮尊徳さん、二宮金次郎の銅像、問題があります。何が問題かというと、後ろ支えられてるんですよね、この二宮金次郎。もう今時二宮金次郎も令和の時代になったらですね、後ろ支えてもらわないと立てないというですね、悲しい現実が待ってるわけですね。さあ、2階のコンコース踊り場部分、向かって右側見ると遠望ですが、小田原城が見えるという形。実際ここの小田原城、今小さく画面上見えてますけど、結構しっかり見えます。そしてこの時計台も西口の象徴、そして、デッキの上の方から街中見えてきます。左側、元ベルジュの小田原イースト、そして元丸い本館の建物も見えてまいりました。正面、このデッキに出ていただいたですね、左側、こちらの方に歩いていきます。いわゆる横浜方面側に歩いていくという形になります。向かって左側の方にですね、チケットの、お店などもあったかなと思いますね。これ大雄山の、乗り場も見えてます。イースト、銀座ライオンとかですね、星薬局みたいなイメージですね。あと壁の穴とかですね、そういう形ですね。そしてエスカレーター降りてまいります。向かって左側にですね、この喫茶店も本当も子供の頃からあるようなイメージがあるんですけどね。なかなか入ったことは僕は正直ないんですけど、これも老舗ですよね、小田原の中では。ちょうどこのエスカレーター正面を降りるとですね、富士急行さんだったり、箱根登山さんだったりのこのバスのチケット売り場等がこう目の前に見えてまいります。さあ、ここのところ突き当たりを出てですね、この左側の道路、正面ミニミニ様見えてますね。ミニミニ様お世話になってます。ここの通り、東通りという通りを歩いていきます。地元の方は旧食安通りなんて言ったりします。昔はこの通り沿いに旧食安があって、こちら今、阿弥陀寺か。まあそういう言い方しませんね。今、小田原の方の、地下街の方に入るコンコース。旧であって、そして小田原の城址公園の方に旧食安が移って、今はですね、駅の右隣の新しい建物の方に今移っていますね。みなかっていうんですかね。そして小田原の若者は一度は通る塩屋の居酒屋。そしてここには小田原おでんのお店もあります。隣のご飯店さん、あの肉の高橋さんがやってるお店、これすごい美味しいお弁当屋さんですね。私もよく使っております。さあ、出ました、守屋のパンです。建物新しくなって、もう頑張ってるなと。小田原といったら守屋のパン。あんま食にジャム塗ってもらうときにですね、あのおばちゃんに言うのにですね、ちょっと気が使うっていうあの感じなんですね。さあ、ここの沖縄料理屋さんは、マツコの知らない世界でパスタに出て有名になったお店ですね。歓楽街、この中もよく飲みに行きましたね。もうこのキャバレーなんかもよく行きました。このユウスケっていう僕の名前と同じ店のこの焼き鳥屋さん、これ朝引きの焼き鳥屋さん、これも結構評判のお店です。これも古いお店ですね。そしてマッケンジーハウスさんがやってる小田原スタジオホテルが見ながらですね、レンタカー屋さんと歩いていきます。昔はやっぱりこの通りで飲み屋街ってイメージがすごくあったんですけどね、まあその雰囲気は今でも残しております。松尾さんなんかもね、美味しい朝顔料理出してくれるイメージがありますね。そしてその隣が総集不動産、構図中心ですけど小田原駅前の方にもあります。隣には汽船という天ぷら屋さんがあります。私、高校時代にバイトしていました。そして、小田原の飲み屋街を設計している平さんの店。ね、映像さんなんかもこういう形でありますよ、という形です。隣も居酒屋さんも並んでますね。隣にこの原屋が2軒なので、これもね、焼肉屋さんのお店、この広いお店。そして、小田原の焼肉といったら、形状は。お高いんですけど、やっぱり、結局のところ美味しいお店ですよね。こういう形です。
昭和世代の人には懐かしい龍馬亭などの店、今もこれ居酒屋が入っています。さあ向かって右側の方に関してですね、墓地の隣にあるぼちぼちという居酒屋さんの前に、こちらの方の部分に関してはホラーがありますね。柳家三三さんの同じ焼き鳥洋ちゃん自体は鴨宮のお店の方がこちら移転して今焼き鳥屋さんやっています。先ほどご飯店さんの話、ここは肉の高橋さんですね。そしてなぜかあそこに真実の口があるという形、まあ市民の方でも1回ぐらいはあの口の中に手入れてる方いらっしゃると思うんですね。こういう形でずっと東通りを通り抜けていくと、まあ T 字路ではないんですが、この交差点出ます。東通り入り口という交差点だと思います。ここを右に降りていただきます。今大雄山線が走ってまいります。大雄山線もあの緑のラインの電車が走るんですね。色のラインというですね。でここを右に降りていただきます。曲がり場所はこの1箇所だけです。さあ向かって右側の方に武宏さんの、財務屋さんの、もう非常に古いですよね。僕の子供の頃のイメージ感とあんまり変わらない感じがあります。まあこういう部分が小田原の変わらないイメージ感ですね。まあ左側の建物なんかもですね、僕の本当小学校も40年、50年前からビジュアル的には変わらないなと思っております。桜さんも出てますね。これも昔500円カクテルもよく飲みに行きました。さあゆっくり歩いていて、もうちょっとこういう形で今歩いて5、6分ですけどね、そうするともう駅の陥落の空気感が少しあのやっぱり喧騒離れた風景感というのは出てくるんですね。広場があって奥の方、まあ公民館なんかもあったりしますね。大女医さんですね。そういう形のものがあります。ずっと歩いていくからですね、ここも結構車の交通量は多いところです。まあ、こういう形でのどかな雰囲気感だから、この辺に不動産とか家とか安い金庫だでしょうと思う方がいらっしゃる。とんでもありません。やっぱりこの辺なんかもほとんど物件は出てきませんね。堺町で住宅地っていうのはなかなか聞かないですね。商業地という形ですね。古い町なんでやっぱりそういう形の物件っていうのはなかなか出づらいっていうのは正直言えばありますね。さあ一つ交差点が正面見えてまいりました。この横の道、今縦歩いてきました。横道も不動産が非常に多いところです。向かってこの交差点右側の方はですね、不動産発見館さんなんかもありますね。西尾さんもありますね。小田原不動産さんもあります。向かって左側の方に関しては相模不動産、桜不動産、正面手前に見えてるのは泉不動産さん、寄席の社長さん、本当にいつもお世話になっています。そういう形のものもしっかり見えてまいります。そこも通り過ぎましてまた直進して歩いてまいります。ちょっと道も混んでますね。そしてそこの先の交差点のところが竹の花の交差点というところに移ってまいります。向かって今左手に上に映っているのは堺町マンション。これも非常に古い昭和地区のマンションですね。なんか民泊も結構やってるっていう話も聞いたことがありますけど、実際どうなんでしょうかね。さあ、持ち口が見えているのが先ほど話が出ました竹の花の交差点という形になります。ハロウィンの時にイベントなんかもやったりするんですけど、やっぱりこのコロナの関係で数年前ぐらいからやっぱりハロウィンのイベントもだいぶ中止だったり縮小だったりしてますね。さあ、一方通行です。小田原は一方通行の道路になっています。この交差点なんですが、横切っている道路自体はこちらの方向から向こうの方向に対して一方通行になっています。迷わずぞこのパン屋さん、これ小田原のですね、パンプレミアム食パンというんでしょうかね。これもやっぱり一つの大きい求心力にはなってますね。もともと小田原というのはですね、独立系パン屋の聖地なんですね。先ほど守谷のパンも出てきました。アンパンといったら柳屋のアンパンのこの二巨頭が走ってきた箱根の町の門前というところもあって、半分間という小田原結構あったんですね。ブンブンさんなんかもそうですし、その次世代の守谷のパン、次世代のパン屋さんも結構出てきます。もう歩いて今だいたい8分ぐらい、ね、緑の公民館。ああ、なんかこういうの見るとですね、やっぱり小田原も昔と歴史をずっと歩んでるなっていう形になってます。このローソンさんの横歩いてればですね、道間違えてないなと思っていただければ。この道は今先ほど右から左に抜けた竹山の交差点とは逆側の一方通行側の方に歩いていくという感じですね。この辺も今賃貸マンション建ったり工事されたりということですね。やっぱり少しまた雲行きが変わってくるかもしれませんね。だいたいこの辺でシングル平成の後半地区あたりの部分だとやっぱりそれでも6万7万ぐらいは結構家賃的にはかかる場所だと思うんですよね。やっぱ住宅街として人気ですね。新幹線の駅から10分圏内で飛び交うんですよ、ね、そういう面では利便性自体はすごいあると思うんですね。さあ次の交差点、今度はこの交差点自体は道路右から、左側から右側の方ですね。左側、今映ってる左側の右側の方に走っていく一方通行、ちらっと見えてるのは静岡銀行さんですね。正面の交差点からこの向かって右側の方に関して車を回す。
一方通行の道路なんで、市外の方から来る人もですね、結構うたつく場所なんですよね、正直言うとね。逆走するなんていうのもよく見る場所です。もうここまで来ると、大体ハウニング弊社の会社のすぐ近くという形になってまいりますね。正面に見えてるマンション自体も、平成地区、まあバブル期明けてぐらいに立ち上がったマンションということですが、これは中古のマンションという形になります。これも結構人気があります。歩いて10分圏内ということ自体もしっかりわかっている。年に1回か2回ぐらい物件が出るかな、出ないかなっていう形ですね。大新橋っていうんでしょうかね。こういう場所なんかもあったりします。さあ、建物正面左手に見えている建物は小田原の方には、ああと思います。昔のカナチューボール小田原。今でいうスポーツプラザカナチューです。小田原離れて何年も経ってる方からするとですね、ショッキングなことを言うとですね、まずボーリング場がこの建物なくなりました。そして6階のホーリンという中華料理屋さんもなくなっちゃいました。今はテニスだったり、ゴルフだったりという形。そして2階のスイミングクラブはまあ元気よくいっぱいやってる感じですもんね。だから時間帯になる子供がいると思います。さあ、ここにコインパーキングがあります。これがうちの事務所の一番近いコインパーキングという形になります。まあ、店頭を止めていただいて、長時間お話がある場合に関しては、こちらをご案内するようになります。まあ、ちょっと駐車料金だけのサービスないんですよね。さあ、こちらのサンプラザという建物。この左側の方が弊社第一ハウジングになります。右側が鈴本昌司さんという方になります。ご案内でございました。